2020年3月11日、ジャーナリスト田中堺氏が衝撃的なレポートを発表しました。端的に述べると以下の通りです。ドイツの大衆紙ビルトの報道では、メルケル首相が3月10日にドイツ議会の非公開の委員会で、ドイツ国民の 60% から 70% が新型コロナウイルスに感染するだろうと語ったそうです。またメルケルの予測とは別に、ベルリンのウイルス専門家クリスチャン・ドロステンもドイツ国民の 60% から 70% が感染するまでに2年以上かかるだろうとの予測を示唆しています。2月末には英国政府の保健省が最悪のシナリオとして、イギリス国民の 80% が新型ウイルスに感染し50万人が死ぬかもしれないとの報告書を作成し、マスコミにリークしました。2月末にはアメリカハーバード大学の研究者マーク・リップシッチ氏も、人類の 40% から 70% が新型ウイルスに感染し発症した人の 1% が死ぬとの予測を発表し、米マスコミで報じられています。日本におけるある個人病院の開業医も、今年2月初めの時点すでに人類の多くが感染するだろう、早めに感染して体内に抗体を作ってしまった方が良い、再感染があり得るとのことだが感染した方が抗体ができるので良いことに変わりはないとか、新型ウイルスの遺伝子には自然界にない塩基配列の部分があり、自然にできたのではなく実験室で作られたものだろうと述べていました。人類の 60% 以上が感染するまでウイルス危機が続き、何らかの予防策が出てこない限りウイルス危機は今後2年続くことになるであろう。その間、国際的な人の移動が制限され、サービス業や飲食、エンタメ、観光、学校、議会、交通など多くの産業や社会機能が制限され、世界経済に大打撃を与えることになる。グローバリゼーションが劇的に終焉を告げる。金融危機が大幅に進行し、米国覇権体制も終わることになる。今起きている金融危機は危機の序の口に過ぎない。以上、常に先を見越して警鐘を鳴らし続けてきた田中堺氏は、ウイルス危機から派生した世界的金融危機が将来的に深刻な事態を招くとの見解を示しました。ただ個人的に今後1年間は金融波乱からの最大の投資チャンスが到来すると見ています。